ジミー・スヌーカ、ジミー・スヌーカ、ジミー・ミスヌーカ、本名、ジェームズ・ライハースヌーカ、1943年5月18日から2017年1月15日は、フィジー出身のプロレスラー。跳躍力を生かした、ハイフライムーブにより、スーパーフライ、スパーフライのニックネームを持つ。日本では、非重なる異名が付けられた。娘のタミーナ・スヌーカ、 養子のシム・スヌーカもプロレスラー。なお、第一次ワフに来日したジャック・スヌーカ。ここサモアは、ジミー・スヌーカの弟を名乗ったが、単なるギミックで、血縁関係はない。ハーにて、ボディビルディングで活動後、1969年に、ジミー・ケア・ロハ、ジミー・ケイ・ロハのリングネームでデビュー。ハワイを経て、アメリカ合衆国本土に渡り、 太平洋岸北西部のパシフィックノーズウエスウェイスとレスリング PNW において鍛え上げられた肉体美を持つベビーフェイスとしてキャリアを積む。1971年9月にはインディアンギミックのグレートスヌーカ、グレートスヌーカとして日本プロレスに初来日、スニーワー、クラウドとのインディアンコンビで第2回インビタックリーグに出場した同名義では1974年11月の 全日本プロレスにも参戦。1972年、ラニーケ・アロハ、ラニー・ケイローハと名乗り、本来の羊である南洋系のアイランダーギミックで、アワに登場。イワン・コロフ、ラィー・ヘニング、ラーズ・アンダーソン、ブラック・ジャック・ランザ、スーパースター、ビリー・グラハム、テキサス・アウトローズ、ダスティローデスディック・マードックなど、ヒールの大物選手と対戦した。 その後、リングネームを、ジミー・スヌーカ、ジミー・スヌーカに定着させ、フルスの PNW を、主戦場として活動。1974年2月19日には、PNW の本拠地オレゴン州、ポートランドにて、ジャック・ブリスの多い世界ヘビー級王座に挑戦、時間切れ引き分けの戦績を残す。これが飛躍につながり、以コもリッパー・コリンズ、ブル・ラモス、ワイルド・アンガス、 ジェシー・ベンチュラなどとの構想を通して、PNW のフラッグシップタイトルだった、ムイ・パシフィック・ノース・ウェイスとヘビー級、e、王座を1977年まで通算6回獲得した。1977年5月からは、テキサスの東部地区に参戦。フォン・エリック・ファミリーと共闘し、キャプテン US ・ USA、a アイアン・シーク、ロード、アルフレッド・ヘイズ、オックス・ベーカー、キラー・カール・クラップ、 キラー・ブルックス、そして後に日本でタックを組むこととなるブルーザー・ブロディとも対戦した。同年8月16日にはダラス、翌17日にはサン・アントニオにてハーリー・レースが保持していたノイ・世界ヘビー級王座に連続挑戦している。1978年よりジム・クロケット・ジュニアのノイ・ミッド・アトランティック地区を主戦場に初期は従前と同様のベビーフェイス。 あとにヒールとなって活動。リック・フレアー、リッキー・スティム・ボートらとの交渉で一躍、トップスターとなる。1979年9月1日には12選手が参加したトーナメントの決勝においてスティム・ボートを破り空位となっていた US ヘビー級王座を獲得した。タック戦線ではポール・オーン・ドーフやレイ・スティーブンスと組み、同地区認定の多い世界タック王座にも退官。 ベビーフェイス時代のオンドオフとのタッグでは、フレアーグレッグ・バレンタインやビッグ、ジョン・スタッドケン・パテラ、ヒール転向後のスティーブンスとのタッグでは、フレアースティムボートや、マスクド・スーパースターブラック・ジャック・マリガンなどの競合チームと対戦した。日本では1981年5月より、全日本プロレースの主力外国人となり、スティムボートとの構想も、 日本マットで再現。同年6月11日には、ジャンボツルダの UN ヘビー級王座に、10月6日には、テキサスでの旧敵ブルーザーブロディと組んで、ジャイアントババンツルダのインターナショナルタッグ王座に挑戦し、年末の世界最強タッグ決定リーグ戦では、ブロディとのタッグチームで、ザガンクスを破り優勝を果たした。しかし、12月13日のクラマイ国技館での、 最終戦でセコンドを務め、試合に介入して、優勝を援護したスタン・ハンセンがブロディと組むようになると、翌1982年4月にブロディと仲間割れ。11月2日に愛知県体育館にて、ブロディ対スヌーカの遺婚試合が行われたが、スヌーカが WWF に定着し、全日本プロレスを離脱したため、両者の構想アングルは立ち消えになった。スヌーカとブロディの仲間割れは、 タックパートナーの代替わりを意味してのことにとどまらず、スヌーカが WWF と契約したことで、それまでのように頻繁に全日本に参戦できなくなったためでもあった。WWF には1982年3月より登場、当初は無意地代後期と同様にヒールであったが、マネージャーはキャプテンルー・アルバーの当時の WWF ヘビー級王者、 ボブバックランドとの交渉を通し、一連のハイフライムーブにより、監修の喝采を集め、ベビーフェイスに転向。その後は、バディ・ロジャースがマネージャー役に就くなど、バックランドやアンドレザ・ジャイアントと並ぶ人気者なり、次期 WWF 王者の有力候補と噂された。1983年10月17日に、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンにて行われたドン。 村子との金網マッチでは、金網最上段からのスーパーフライを観行。この試合を、リングサイド3列目で見ていた、プロレスラー志望の大学生、ミック・フォーリーは、これがきっかけで本気で、レスラーになることを決めたという。以降も WWF に定着し、1984年に、ビンス・マクマ・ホンジュニアの身体成果でスタートした、全米進行にもベビーフェイスの主力として参加。 ロディ・パイパーのインタビューコーナー、パイパーズ・ピットへの出演に橋を発するパイパーとの構想は歴史的イベントレッスルマニア第一回大会への伏線ともなった。1985年5月、当時 WWF と提携関係にあった新日本プロレスに初参戦。5月13日に大分県立総合体育館において藤波辰美が報じしていた。 WWF インターナショナルヘビー級王座に挑戦した。同年11月に開催された E1 ウップタッグ王座の初代王者チームを決めるタッグリーグ戦には同じく同年より新日本へ移籍していたブロディとのコンビを再結成して出場したが自分たちではなく藤波木村健吾を優勝チームとしていた新日本側のブックにブロディが反発したため 宮城県スポーツセンターでの決勝戦出場をキャンセルし、上野駅で仙台への移動のために乗車した東北新幹線から発車直前にブロディと一緒に下車した後、そのまま新宿のホテルへ直行して、突然の帰国、反発したのはブロディ個人であり、スヌーカは事情がわからないまま巻き込まれただけだったという。翌1986年5月より、 新日本プロレスに再登場し、6月6日の札幌中島体育センター大会では、ワイルド、サモアンと組んで、藤ジナミキの E ワグップタッグ王座に挑戦した。その間、アメリカでは1985年下期に WWF を離脱し、1986年よりアワーに参戦。アワが WWF のレッスルマニアに対抗して、開催したイベントでは、 タッグマッチで、ブロディとも対戦している、スーカグレッグガニア VS ブロディノードザ・バーバリアン。同イベントには、当時のアワ世界ヘビー級王者スタン・ハンセンも出場。1987年11月には、ブロディと共に全日本プロレスに復帰、同年及び、翌1988年のブロディ市巨後の、世界最強タッグ決定リーグ戦に出場した。 1988年のパートナーはタイガーマスク。1989年より WWF に復帰し、ベテランの中堅として1992年2月まで所属。1991年4月にはジ・アンダーテイカーのレッスルマニア初戦の相手も務めた。その後はインディ団体を転戦しつつ、初期の ECW へも参戦。 1992年4月25日に初代 ECW 世界ヘビー級王者に認定されている。1995年7月には王に来日、ボブバックランドミルマス・カラスと組んで6人タッグマッチに出場した。1996年に WWF 伝道に迎えられ、2001年には WCW にも出場。2004年に WWE とレジェンド契約を結び、折を見て、ストーリーラインに絡み、試合にも出場。2009年4月のレッスルマニア25では、因縁のロディ・パイパーリッキー・スティム・ボートとレジェンド軍を結成。セコンド役は、ディック・フレアー、クリス・ジェリコとのハンディキャップ形式のエリミネーションマッチを行った。その後も2014年にかけて、各地のインディー団体に、 スポット参戦していた。2015年9月1日、第三級殺人罪及び過失致死傷罪の容疑で逮捕された。1983年5月に交際していた女性がモーテルで意識不明となり、後に死亡した事件に関わったとされる。逮捕当時、スヌーカは胃がんの治療を受けており、逃亡の恐れはないとして10万ドルの保釈金を支払い釈放されたが、 WWE は、ホームページからスヌーカに関する情報を削除した。2016年6月、スヌーカは、認知症を患っており、裁判を続けられる状態ではないと判断された。12月には、スヌーカのコンピテンシー校長会、被告が裁判を続ける能力があるかどうかを確かめる、ため行われる会合が予定されていたが、スヌーカは、ホスピスに入院中であり、 末期の遺願により余命へ行くばくもないと診断されていたことが明らかにされた。2017年1月15日、73歳で死去。スヌーカの記事を削除していた wwe.com においても不法が伝えられた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。